When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日は2022年の本当に後半の方にですね、爆発的にインスタグラムでバズった、人気になったジェルネイルっていうのをちょっと紹介したいなと思います。それがこちらです。はい、じゃじゃーん。これね、リアブと呼びます。こちらは韓国のジェルネイルブランドになります。で、何が一番バズったかというと、やっぱりこの見た目ですね。すごく見た目可愛いと思うんですけど、リップスティック型っていう風に言われてます。こんな感じで、はい、これキャップは上からかぶせるタイプになっていて、お、こんな感じなんですね。で、まるでこうしたらリップが出てくるみたいなデザインになってるんですが、実はここリップが出てくるわけじゃなくて、ここが蓋になってます。ブラシ付きのキャップですね。こんな感じ、はい、っていう、ちょっと見た目がめちゃくちゃ可愛いので写真映えするし、置いていても可愛いっていうので人気になったジェルネイルブランドです。で、今日はこのリアブのなんかいろんなカラーがたくさん出てるんですけど、その中から4色、はい、ちょっとセレクトしたので皆さんに紹介していきます。色は1色目はこちらですね、 LVS03 番とナンバー018番、ナンバー091番、ナンバー037番ですね。ヌーディーなカラーと、あとはマットなんですけど、ちょっとくすんだ大人っぽい色と、あとはあの赤っていうのを選んでみました。はい、ではこちらをちょっとチップに塗ってみて、色の発色とか、まあいろいろねレビューしていきたいと思います。はい、ということで、なんかリアブは発色がすごくいいっていうのも割と評価が高いみたいですね。このブラシもすごく塗りやすいっていう風にいきます。ちょっとトロッとした感じの質感ですね。一旦ちょっとパレットの上に出してみます。たくさんこんな感じですね。テクスチャーはまあ冬だからっていうのもあるんですけど、ちょっと固めかな、トローンとしてます。ヌーディーカラーはいい感じにシアなので、すごくあの馴染みやすい色、ツヤ感ですね。確かに持ちやすいかも。で、次に赤のナンバー018番ですね。ちょっと朱色っぽい赤なのかな、やっぱそうだ、ちょっと朱色っぽい感じ。ほら、あ、マットでものすごく発色いい。さっきと違って透明感っていうのは全然ないですね。こんな感じです。おー、高発色で、やっぱりちょっとテクスチャー固めだから流れていきにくくていい感じがします。続いてナンバー091番のブルー、ちょっとくすみブルーかなっていう風に思うんですが、あー、かわいい、この色大好き、かわいい。これもめちゃくちゃマット、うん、やっぱりちょっと白が入っているあの色なので、さっきの赤よりももっとあの透明感ない、ほんとマットって感じ。まあ、これ見てもらったら分かるんですけど、下のねこのマス目っていうのの透け感で全然違うかなと思います。一番マットですね。続いてナンバー037番、これはねカーキっぽい、大人っぽいカーキっぽい色です。かわいい、これもめっちゃかわいい。これワンカラーとかでもすごい大人っぽくていいかも、かわいい。テクスチャーはね結構良さげ、あとまあ持った時のグリップっていうのもいいですね。ここ結構長いので操作しやすい感じがします。うん、長いって言ってもまあこのぐらいかな、うん、でブラシはちょっと腰がありますね。でそんなに 長くてしなやかっていう感じじゃないので、ちょっと塗るときに力の入れ具合とか気をつけないとダメかもしれないけど、逆に根元ギリギリまでちょっとブラシを立てるような感じでこう攻めた感じで塗るっていうのもできる、やりやすいかなと思います、腰があるから。でこっちのジェルが入ってる方は結構小さいのでね、手の中にしっかり収まる感じですね。これ持ちながらこう塗ったりできる感じ。はい、じゃあチップにね実際に塗っていきたいと思います。
はい、では LVS の03番からですね。ヌーディーな感じ。ここにねめちゃくちゃいっぱい溜まっちゃうから、ジェルがしっかりこのしごかないとボタって垂れてきちゃう感じがあります。気をつけてくださいね。こんな感じで、では塗りましょう。おー、あーでもすごく伸びもいいし、筆跡があんまり残らないかな。ちょっとブラシさっきも言ったみたいにコシがあるので、寝かせ気味でふわっとね塗ってあげるのがいいかなと思います。あ、綺麗、かわいい。じゃあ硬化します。あ、すごく綺麗な色。なんかパッケージはピンクベージュっぽい感じに見えるんですけどね、ピンクっぽいんですけど、実物は本当にベージュって感じ。なんかピンクっていうか、どっちかっていうとイエローベースみたいな感じに見えるベージュかなって思います。続いてこちらの赤ですね、ナンバー018番。まあ外のパッケージもそうなんですけど、朱色っぽい感じの色ですね。お正月とかこれからシーズンなのでいいかもしれないですね。こんな感じ。薄く塗っても発色がすごくいいです。テクスチャーも塗りやすい、流れていかないし偏らないし、かといってペタッとした感じじゃなくて、ちゃんとツヤっと仕上がってくれます。おー、はい、じゃあこちらも硬化します。続いてブルー091番ですね。うんうん、この色がすごく好きです。私はなんかさっきより筆が太くなった気がするちょっとね、物によって個体差がありますね。まあそんなもんだと思うんですが、だからといって塗りにくいとかはないです。はい、じゃーん、かわいい。じゃあ硬化します。続いてナンバー037番。いや、このカーキがね、いい色、大人っぽくて綺麗、ワンカラーで素敵って感じですね。ほら、塗りやすい。なんか100色とか100色以上とか今もう出てると思うので、色すごくね悩むと思うんですけど、どれもすごい可愛い色だったので、ぜひリンクとかも載せておくので見てみてください。9点で購入できると思います。じゃじゃーん。で、価格はね1本、1350円1400円ぐらいです。容量は 8g かな、なのでまあまあまあちょっと高いけど、このインテリアにもなるしすごく可愛いっていうところと、まあ、塗りやすさとか考えたら全然適正価格な感じします。一度塗りで十分です。だから 8g しか入ってないけど、二度塗りしなくちゃいけないような薄めのジェルで考えると、一度塗りでもすごい発色するのでたくさん使えるかなって思います。はい、ということで、可愛い。あれ、なんか色は変わりましたね、これ。なんかここにマークがあるからライトで色が変わるみたい。ちょっと待って、もう一回入れますね。韓国語なので読めないのですよ商品のあれが。で、今回ねこれリアブのメーカーさんからいただいたんですよ、プレゼントって言って。なんですけど、なので特にこう説明書とかはなく、いただいたのを使ってるって感じなので気づきませんでしたが、あ、ほら、硬化したら色が変わった。これかわいい。おー、あ、でも結構早くに色が引いていきますね。だから紫外線かな、ネイルのライトでちょっと色が変わったので、多分日中外に出てる時はさっきみたいなちょっとこうブドウっぽい感じの、紫系の色に変わって、普段室内とかだとこういうベージュになるんだと思います。他のやつは特に変化なさそうですね。このマークがついてるやつっていうのがそうみたい。あ、待って、まだ2個あったこれもありました。ごめんなさい、出してなかった。こんな可愛い色もあったのでこれも塗りますね。これはね LVS の15番と22番ですね。もしかしてこれも紫外線で変わったりするのかな。でもここにグラデーションのマークはないけど、なんか同じ LVS のシリーズだからなんかありそう。ライト、なんかバイオレンスじゃないわなんだっけ、紫外線みたいなはい、ちょっとこれも塗ってみます。
このグラデーションのやつ可愛いですね、見た目が。15番からちょっとヌーディー系、さっきのベージュ、スキンベージュと同じ感じですね、質感的には。パレットにも出しますね。これもふんわり塗ってあげないとちょっと色ムラができちゃうから、寝かしてトントンフってしてあげるといいですね。この辺ちょっとジェルが足りないなと思ったら置いてなじませて、で伸ばしてあげる。はい、色的にちょっとムラになりやすいので気をつけて塗ってください。でこちらをパレットにも出してみよう。こんな感じ。あ、見えてるね。でも色が変わるのでしょうか。これは変わらないんだ。同じ LVS シリーズだけどこれは変わらないみたい。はい、かわいい。これはなんか二度塗りした方がいい気がしますね。ちょっとムラになる。二度塗りしても元の色がツヤっとしていて、あの透明感があるので重たい感じにはならないです。はい、じゃあ硬化します。続いてこちら、はい、22番ですね。おお、かわいい。なんかこの最初のベージュのやつが、太陽光に当たって変色した時の色に近い。じゃあ乾かします。パレットにも出しとこう、どのぐらいの透け感か。こんな感じです。色としてはこれが一番好きだけど、自分が実際塗るんだったらこれかこれかな。かわいい。ということで塗れました。なんかね、未硬化ジェルがあんまり出ないっていう風にも聞いたんで、ちょっと触ってみますね。あ、まあでも出てるけどな。なんかね、あ、これとかあんまり出てない。あ、これ全然ないわ。これもない。ベージュは未硬化ある。これも多分あるだろうな。これもあるね。だからやっぱりマットなカラーは硬化したら未硬化があんまり出ないみたいですね。で、こういうちょっとヌーディーっぽいカラーっていうのは未硬化が出る感じです。はい。まあでもどれもトップは必要なので、トップは塗ってください。はい、ということでいかがでしょうか。こうやって並べるとなんか可愛いんですけど、もう一度おさらいで、一番端のこちらが、この上が LVS シリーズの03、22番、15番なんですが、一番端のこれね、03番だけパッケージにもこういうマークがついてるんですけど、UV で色が変色します。通常はこの色なんだけど、ライトに当てるとこんな感じです。めっちゃこれに近い。で、他の2つはあまり変色はなかったです。普通の色だった。で、下こっちはマットなカラーで、次ナンバーみたいな感じで表記されてます。一番端からナンバーの091番と真ん中が037番で、一番端が018番になります。よかったらカラーチャートスクショ撮ってください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はもう年末なので、2022年のこれはすごくインスタでバズってたなっていう印象が強かった韓国のジェルネイルっていうのをレビューしてみました。リアブという商品です。やっぱり見た目がね、すごく可愛いっていうのが何よりの特徴かなと思います。そしてその見た目だけじゃなくって、まあ、色のカラーバリエーションの多さだとか塗りやすさっていうのもすごく評価が高かったので、金額も1本1400円ぐらいだと思うので結構おすすめかなと思います。ぜひ皆さんも見てみてください。ということで、年内ね、もう少しなので動画上がるか上がらないかちょっとわからないので、挨拶だけさせてください。皆さん2022年もありがとうございました。もしかしたら、動画上がるかもしれないですが、上がらないかもしれないので、良いお年を。2023年もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。